動物園ライター世界でも私しかいないと自称するほど数少ない動物園専門のフリーライターの一人。日本各地の動物園を飛び回り、動物園を紹介し続ける。ナショナルジオグラフィックのコラム、動物園へ行ってみようを、連載、動物園を楽しむ99の謎や、大切な命生まれた予後などの著作を表し、漫画、 朝日山朝日山動物園物語全3巻の原作を手掛けている。また、動物園についての講演を各地で行い、ボルネオ保全トラストでもオーガナイザーを務め、講演に参加する。テレビ番組やユーストリーム番組に出演することもある。都内で開園制の動物の図書館も行う。森は大人になってから動物園の魅力に気づき、動物園で時間を過ごすのを好み。 日本各地の動物園を訪れる人物で、産経新聞では、5分立ち止まれば、動物時間が体感でき、動物園を楽しむきっかけになると、森自身の経験を紹介している。産経新聞で、森が提示した、ザ動物園を楽しむ5つの方法は、以下の通りである。ザマイペース動かなければにらめっこ座ろう。お散歩気分で好きな動物を見つけようこれらの観点は、普段より、 森が実践しているもので、人間の時間軸で動物園を訪れると動物が何も動いていないというイメージしか頭に残らないためである。森が動物園ライターを名乗り始めたのは漫画の原作を執筆するために動物園へ取材に行く際だった。その後の動物園が酔いで動物園がすっかり好きになり、以後動物園ライターとして活動するようになった。 森によると動物ライターと動物園ライターの違いを動物ライターは動物の専門的素養を持つが森自身は動物の専門家ではなく動物園が好きで通っていると述べた。また森は環境、エンリッチメントを理解した分泌活動を行い現代の動物園の奥の深さを紹介している。2013年には 伊東津の森公園の岩野都郎老園長と動物園と公共性について議論した。日本経済新聞が生態がよくわかる動物園何でもランキングを行った際、森は選者として参加した。2位の旭川市旭山動物園、アザラシカン三3位の長野市茶臼山動物園、レッサーパンダの森、4位の横浜動物園、ズーラシア、チンパンジーの森について、 先行理由を述べている。2007年に日本の動物園、千葉市動物公園などが持っているオランウータンのための釣り橋を製作する技術を野生のボルネオオランウータン保全に役に立てたエピソードを動物園に詳しい森が解説している。森吉谷焼そばカオルの動物園図鑑第一章東京カルチャーカルチャー。 ニフティ・ニフティ株式会社2013年2月23日、閲覧。ありがとうございます。